坂下駅は岐阜県中津川市坂下にある東海旅客鉄道中央本線の駅である。中央本線の岐阜県最初の駅で日本国有鉄道時代は当駅が名古屋鉄道管理局と長野鉄道管理局の境界駅であった。当駅発着の電車も数本設定されている。かつては名古屋への直通列車も設定されていたが現在は 早朝に一本の東駅発名古屋駅の快速が設定されているのみである。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。1.3番線が本線、2番線が副本線である。二つのホームは古線強でつながっている。中津川駅管理の簡易委託駅。中津川市に委託されており、 営業時間は7時30分16時45分。2012年9月30日までは、東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で JR 全線切符売り場が設置されていた。なお、駅周辺は比較的広い駐車スペースがあるが、ほとんどが JR 東海管理の月決め駐車場、あるいは周囲の商社や商店の駐車場になっている。 岐阜県統計所及び中津川市統計所によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。駅西側に旧坂下町の市街地が形成されている。かつて駅裏に坂下営林所貯木場があり、坂下森林鉄道が付設されていた。昭和31年に一部廃止になりトラック輸送に変わったが、貯木場も後に廃止された。 ありがとうございます。